こんにちは。行政書士受験合格チャンネルです。今日はですね、行政法の行政上の強制措置、このテーマについてお話をします。この分野もですね、代執行とか、あとは即時強制とかですね、試験に出やすいところ、結構ですね、多いテーマですので、チェックしていただければと思います。今日の動画でですね、行政上の強制措置の全体像みたいなところを中心にお話をしていきます。このチャンネルは私が2年目受験で行政書士試験に合格した受験勉強の経験に基づいて勉強方法、それから試験対策をお伝えしております。今年もしくは来年ですね、行政書士受験を目指されている方、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは早速始めていきましょう。まずですね、行政上の強制措置。これですね、大きくですね、このまず行政強制と行政罰、この2つに分かれますので、まずですね、この行政強制と行政罰、この2つを覚えましょう。そしてこの行政強制と行政罰ですね、この違い何なんとかというとですね、これはですね、その違いは非常に分かりやすいです。こちらの通りですね、まず行政強制は将来、そして行政罰は過去。どういうことかというとですね、行政強制は将来に向けて行政目的を達成するための行為となります。そして行政罰ですね、これ過去と書いているのはどういうことかというと、行政罰というのは過去の義務違反に対する制裁です。ですので行政強制と行政罰、この違いはですね、将来と過去と、キーワードで言うとそこですね、覚えれば覚えやすいと思います。そしてですね、さらにこの行政強制、行政罰、この2つもですね、さらに分かれていきます。で、今回ですね、この行政強制、ここがですね、どのようにですね、分類されていくか、ここをちょっとお伝えします。まず行政強制ですね、ここもですね、大きくまず2つに分かれるんですね。で、1つが行政上の強制執行ですね、行政上の強制執行。そしてもう1つが即時強制ということになります。即時強制ですね。この2つの違い、分かりやすい覚え方で言うとですね、義務が課されているか課されていないかという違いになります。詳しく説明すると、この行政上の強制執行ですね、これは義務が課されているにもかかわらず、その義務を履行しない場合に、行政庁が実力行使して義務を履行させるというのが、この行政上の強制執行ということになります。そして一方、即時強制ですね、これはですね、義務が課されてはいないんです。義務が課されてないんですけど、直接相手方の身体もしくは財産にですね、有形力を行使して行政目的を実現するということになります。そしてこの行政上の強制執行ですね、これはですね、さらにですね、この4つの分類に分けていくことができます。まず1つ目がですね、この代執行ですね、代執行と言われるもの。そして2つ目が執行罰ですね、執行罰。そして3つ目が直接強制というものになります。そして4つ目が行政上の強制徴収ということになります。そしてこの行政上の強制執行ですね、これを行う場合っていうのは必ず法律の根拠というのが必要になります。この4つですね、すべてに言えることで法律の根拠というのがですね、やはり必要になります。そしてこの4つですね、ちょっと概要の方だけ今日はお伝えしますけど、まず代執行ですね、これは何かというと、代替的作為義務ですね、それが履行されない場合に、行政庁もしくは第三者ですね、が自ら義務者に代わって、義務を履行して、その費用をですね、義務者から徴収するということになります。そして2つ目の執行罰ですね、これは何かというと、義務の不履行に対して過料を課しますよっていう予告をすることによって、間接的に義務の履行を強制することを言います。で、もちろんですね、その義務を履行しない場合っていうのは、その過料っていうのが徴収されていきます。そして3つ目の直接強制、これはですね、義務者がですね、この義務を履行しない場合に、直接ですね、この義務者の身体もしくは財産に有形力を行使して、義務の内容を実現していくことということになります。そして4つ目ですね、行政上の強制徴収。これはですね、義務者が金銭を支払う義務があるんですけど、その義務を履行しない場合ですね、その時に直接ですね、義務者から徴収することを、行政上の強制徴収ということになります。行政上の強制執行ですね、以上4つにですね、こう大きく分かれていきます。そして即時強制ですね、即時強制は先ほど述べた通り、義務が課されていない場合に、直接相手方の身体もしくは財産に有形力を行使して、行政目的を実現することということで、この即時強制もですね、行うためにはですね、法律の根拠もしくは条例で定めていることが必要になります。
以上ですね、行政強制が、まあ、行政上の強制執行、それから、即時強制と、まあ、大きく2つに分かれてきます。そして行政上の強制執行についてはですね、この4つですね、代執行、執行罰、直接強制、それから、行政上の強制徴収という4つにさらに分かれてきます。本日はですね、行政上の強制措置ということで、この分野もです、結構ですね、それぞれ分類の定義ですね、結構分かりづらかったりするんですけど、やっぱりですね、過去問にも出題されているテーマになりますので、ぜひですね、ここチェックしていただければなと思います。それでは本日は以上とさせていただきます。まあ、今後もですね、行政書士受験に必要な勉強方法、それから試験対策をお伝えしていきますので、チャンネル登録まだの方はですね、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。